も招待したんだ。もうしばらく待ってくれ。その前にアラビアモンをその最強マジシャンマジックポッチのマジックでお楽しみください。ようこそ皆さん、アラビアの世界へ。皆さんこんにちは。ありがとう28リング。これから皆さんと一緒に不思議な時間を過ごしたいと思います。その前にとっても不思議なグルーピー体操をしましょう。僕マジックと同じポーズをしてください。これは簡単です。手を前に出すだけです。はい、そうです。その手を裏返す。裏返す。はい、次が難しいです。そのままクロス。はい、次がもっと難しいですね。そのまま握手。できるかな。できてるね。息を吹きかけてください。いきます。ふーっと。そうすると今親指が下を向いてると思うんだけど、そのままウィーンと上に持ってきてください。あれ？あれ？そう、うん、できなくていいよ。無理やりやると痛くなっちゃうよ。もう一度やってみよう。全く同じことをやります。せーの、1。はい、2。はい、次が簡単です。気持ちを込めてクロス。次がとっても簡単、気持ちを込めて握手。はい、そうです。あとはもう肝心なところはございません。息を吹きかけるだけです。いきます。ぐーっと。そうすると親指がグイーンって上がってくるんだ。はい、約4割ぐらいの大人の方が気づいたと思います。はい、できた人もできなかった人も手を前に出して大きな拍手をお願いします。拍手。ありがとうございます。さあ、盛り上がってきた。それではもっともっと飛び切りの拍手をもらうために汗が飛び切りして両手を前に出して、なんで、さあ、今から足の手をこの白い紐で縛ります。グッと強く。よし、もし5秒間、たった5秒間でアシームがここから脱出することができたら、皆さん大きな拍手をお願いします。よろしいですか。いきますよ。それでは皆さん5、4、3、2、1、ゼロでお願いします。いきますよ。せーの、5、4、3、2、1、どうした？ね、どうしたの？どうした？できなかった。できる、できたからやった。だってさ、練習の時と結び方違うんじゃないの？緊張して結び方強くなっちゃう。そんなことしたらできないよ。一日すっごく強いですね。楽しいね。それではね、素敵な反応をお待ちにお楽しみください。どうもありがとうございました。ちょっと待って。そんなんじゃ納得できないよ。え、何が？そんなこと言うんだったらさ、今のマジックやってみてよ。僕はね、アラビアポーズと最強マジシャンだからね、5秒もあれば簡単にできるよ。やってみようか。本当に？いや、結構難しいよこれ。いやいや、大丈夫だよ。そんなに言うんだったらさ、じゃあマジックは5秒じゃなくて、3秒っていうのはどうか。3秒？ねえ、いいと思わない？3秒はさすがにいいな。ほら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 、オッケー、わかった、やってみよう。3秒ね、いいよ。いい、3秒間ね、みんな数えてくださいね。いいですか。そちらの方は大きな声で3秒数えてくださいね。お願いしますよ。アシームが大きな声出さないとみんながついてこないからね。わかった。それではやってみよう。そしたら3秒ね。オッケー。ちょっと待って。どうした。なんか確認してもいい？いいよ。ほら、それでは行ってみましょう。3秒間で、いきますよ。せーの、すごいって言われたくてやったんだ。ありがとう。さあ、それではね、最後にもう一つだけ。僕は朝起きた時に一つの数字が思い浮かんだんです。その数字を忘れないように1枚の紙に書いてきました。その数字、皆様が分かるっていう方いらっしゃいますか。皆様の中で僕が書いた数字分かるっていう方いらっしゃいますか。お、ごめんね、そこまで行きたいけど絶対に行けない。よし、わかった。それでは、あら、そちらにいる素敵な女の子、こんにちは。君の好きな数字、1から10までどれでもいいよ、言ってみて。
僕が朝書いた数字も君の言う通り4だったら大きな拍手をお願いします。わー、すごいね、4だったね。すごいじゃないか。もっと不思議なことがこれから始まるので皆さん期待していてください。どうもありがとうございました。マジックお疲れさー。皆さん、素敵なマジックを披露してくれたマジックにもう一度大きな拍手をお送りください。さて、もうしばらくすると魔法に満ちたショーが始まるんだけど、その前にショーの中で不思議なことを起こすには魔法の言葉を大きな声で叫ぶ必要があるんだ。みんなも協力してくれるかな。協力してくれる人。どうもありがとう。魔法の言葉はハーブ、ハーズ、カーム。この言葉を3回、そして最後にハッピースプリングって大きく叫ぶんだ。分かった？大丈夫？よし、後ろの方のみんなも分かった。あー、大丈夫だね。それじゃあみんなで練習してみようよ。いくよ。I do.
したぞ、ミッキー。そういうことであれば、こんな若者のマジック、こんな若者のマジック、使っちゃおうか。私の魔法で、ミニーに素晴らしい反応をプレゼントいたしましょう。さあ、お前たち、わしの偉大なるマジックの始まりじゃ。卵、美しいものからは美しいものが生まれるもの。この卵より黄金に輝く伝説の不死鳥を誕生させてみせましょう。すべてのものが生まれるこの春にふさわしいマジックでございます。笛、伝説の屈長、あ、で、なんだ、なんだこの音、香ばしくない？ああ、焼けた、まず焼けた。
サバンサバンマジック、いくよ。ハルハスハハルハスハハルハスハ。東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。